コツでございます。はい、 PC エンジンファンの皆さんこんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは207本目、琉球をお送りします。パソコンから移植されました落ち物パズルゲームでございます。パッケージ見るとね、どんな落ち物か分かりませんけれども、トランプをね、トランプの役を、作って得点をね、ノルマの得点分、稼いで、ノルマまで稼ぐとクリアとなるというね、ゲームでございます。2人同時、同時プレイというか2人対戦プレイ可能です。コーヒーさん、サンジさん、6個目さん、シャトルさん、いらっしゃい。今回も相手が楽しみだ。面クリアするとちょっとね、女の子のグラフィックを見ることができます。はい、まあエッチなものはないですけどね。はい、シャトルさん、森さんが1番さん、いらっしゃい。リンドウさん、ありがとうございます。はい、90年10月26日発売、フェイス2メガビットヒューカード、5400円、パズルゲーム、2人対戦可能、マルチタップ対応、バックアップはありません。コンティニューは、無限コンティニューですんでね。はい、辛抱強くやればいずれクリアできます。はい、それでは行きましょう。よし、こんばんは。よし、ゴールデンバーグさんにして、どんなゲームだったか思い出せない、ね、わら。フェイスプレゼンツ、このジャケでエッチなグラナ一点だから詐欺だよな。はい、もうね、南国沖縄ね、琉球、もう冬ですけどもね、もう南国気分であったかくなりますね、非常にね。はい、あったかくなる今の時期にもいいんじゃないですか、ね、まあ夏でもいいですけどね、もう冬でもあえて冬にやるのもいいんじゃないですかね。はい、それでは行きましょう。結構モードがね、すごい多いんですよね。元はアスキーなんですね、これね。アスキーのなんかプログラムコンテストで。あったんですかね。黒金さんいらっしゃい。はい。はい、1P モード、1P モード。こちらね、全部で15ラウンドですね。15ラウンド。15ラウンドで、タイプがイージー、これ引くことのできるカード4枚がね、最初からオープンされている。で、ハードタイプ A だと、4枚の2段上の12枚のカードがね、オープンされている。だからさ、最初から、見えるんですけども、その代わり、クリアに必要なノルマ点数がね、イージーより高い。はい、しかもこっち、ハードタイプ B、こちら時間制限時間付き。制限時間付きの、厳しいもので、これのハードタイプ B をクリアすると、これスタッフロールを見ることができます。はい。一番だからこの難しいモードでやると、スタッフロールがあります。で、これトライはもう、これは1ラウンドのみのね、アタックですね。1ラウンドのみ。はい、これはイージーは4枚オープン。で、ハードは12枚オープン。で、ヤンバル、すべてのカードが裏返し。ね、もう、引いてみないとどのカードが来てるか分かんないというね、ヤンバル。で、オープンニュー、オープンニューとオープンロード。ね、こちらは、すべてのカードが全部オープンしている。で、こちらはフェイスオリジナルバージョンということでね、移植のバージョンと、ロードバージョンはフェイスのオリジナルバージョン。で、2P モードはタイプ A。こちらは、配列の同じ53枚のカード。で、共通の54枚を取り合う、タイプ B。それからタイプ C が琉球カードが追加された。パッケージが緑のお姉さんの琉球カードっていうのはね、ジョーカーと同じですね。カードゲーム、高さに入れて、ポーカーですね。ポーカーの役を、まあ、トライワンモードから言いますよね。はい、行きましょう。資金上とちょっと違うんですよね。資金上はこれトランプのカードのようなね。はい、まず上にね、4枚をポイントしますね。はい、カズキューさんいらっしゃい。縦横斜めです。縦横斜め。斜めですけど、斜めがね、得点が2倍です。だから斜めのラインは2ラインしかないですけどもね、5枚ですから、斜めのラインに一番いいね、役が来るようにしとけばね、いいわけです。はい、斜めポイントですよね。から今斜めがちょっといいよね、こう斜めにこうね。はい、27個目線でタカさん、ありがとうございます、ね、ラインにポーカー役を揃える感じですか。そうです、そうです、縦横斜めにね。で、斜めが一番いいというか、斜めが2倍ですから、まあ、斜めはもうね、一番いいカードを作っておきましょう。今ね、私は。
はい。できればロイヤルストレートフラッシュみたいな感じでね。今できそう。昔の Windows におまけで入ってたソリティアですよね。ソリティアでこんな感じなんですか。ソリティアやったことないですよね。よし、いいんじゃないですか。下がちょっとでも、一番下はちょっとな豚ですね。なるべくどのね、ラインにも役作っておきたいんですけども。ちょっと豚はいけないね。11があるね。11どっち行こうかな。こっちの縦に置くか。横に置くか。横に置いて。4。あー4ね。ここで縦フラッシュがありますね。あ、得点はね、一番右に書いてありますね。5カードが一番高い。5カードが、3000枚。あ、3000枚じゃ3000点。ロイヤルストレートフラッシュが、2800点。まあ、実際のトランプと違って、フラッシュよりストレートの方がね、点数の方が高いと。そうだよね。はい。ゲームの構成上ね。ザワは、ここ。横はあれだね。この、こっちの、斜めがないね。あ、10通っちゃった。5通ってことだね。10、11、12、こっちはストレート行くか。ここはまあ豚になっちゃうけど。豚になっちゃうな。スカですね、ここね。横ラインはスカ。ね、でも10、11、12で、あっちの斜めはストレート狙いつつ、何かね、いいのが、12が来たけど、失礼しました。さ、みんな麻雀通貨買っちゃうけど、これはトランプカードね。トランプカードって書いてある。こっちフラッシュか。あ、フラッシュがいけないわ。斜めロイヤルストレートフラッシュ狙ってたからな。ロイヤルストレートフラッシュいけるか。この斜めはこれ、スペード置けないな。あ、でもまあ保険かけとくか。保険分けようね。でもね。なーい。何にもないな。ワンペア。ワンペアは200点。ね、わずか200点。クリアはね、左書いてあるノルマね。13000点。13000点です。13000点ですよ、これね。エース。お、エース3カードいけるね、これ。エース3カード。縦ね。縦。バーソタインですよ。あ、音楽を選べなかったっけ。音楽見てください。ね。1、2、3、4、5、6、7。和骨です。7曲の。ほど選ぶことができます。音楽はね、ちょっとこれ今の BGM 見たら琉球。僕は12月になるといつも師走なんだ。和骨です。でんでんでん、マッキーさんでしたよね。12月になると、いや、みんな師走だ。12月のこの琉球遊べばね、南国気分。ああ。ちょっと待ったな。 A3 カード、あ、フラッシュがいけるわ。これ11、12がいける。コラムスチックな眠くなる BGM ですな。ゆらゆら。4はあれペアがってるけどな。12がいけるな。あ、やだ、12いた。12来ましたね。つい12が来ました。12が来た。よしよし。あ、ここは縦が使うだけど。あと何がない ?10 がないね。10がね。10が来れば。10が来れば。こっちもストレートいけるな。10、11、12。あと10来ないかな。10来ないかな。10、11、12、13。9、10、11、12。ああ、ちょっといかんね。いいのがないな。フラッシュはいける。もったいない。あと 10さえくればいいんだからね。10さえね。ああ、5か。なんかいいのないかな。
うわ、来ないな、来ないね。ワンペア、これじゃあまだ600点、600点ですね。ワンペア、6か、来ないな、来ませんな、来ませんね。フラッシュが来たけど、斜めです。あ、斜め使っちゃったね。斜め使っちゃった。あ、来ないね、来ない。もう1個だったのにな、惜しい。もう1個だったのに、結構斜め使ったんだ、せっかく。はい、というわけでノーフリは結構ね、斜めがねポイントですよね、斜めがね。じゃあ次、ちょっと、はい、でもちょっとだけ見るね、得点によってちょっとだけ、ね、悔しい。どんなね、あとなんかね、左の水着美女が、水着美女がね、もうちょいなんだけどね。はい、残念でした。じゃあ次のハードいきましょうね。ハード、ハードはね、12枚、逆にこっちの方がいいかもしれないね。イーディは4枚しかね見ることできなかったけど、こっちはもう12枚ね見ることができますから。これ今沖縄コネクションですね。沖縄コネクションで12枚見ることができますからね。先の面まで、先まで見ることができるんで、ハートが多いですね。和骨です。フラッシュっていくらだっけ。フラッシュ1000点か。アランプロセサーにして琉球派勝っちゃダメってばあさんに言われました。わら琉球は、いやいやいや、琉球は勝っていいですよ。5カードがいいかな。5カード5がある。5カードが一番いいんですかね、まあ、琉球が見えないんですかね。5カード、琉球カード、まあ、いわゆるジョーカーがね、ジョーカー使うことになりますからね。5がある、ね、てれん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 。ハートはこう、横はフラッシュいっとこうかね。5来ない。てんてれんてれんてん、てるでんてれん。シスペルの位置か。てるてれん。ワクオスです。猫じゃらしてるねし。てんてれんてれん。あー、イメージだね。まあ、ここでフラッシュ作っとこう。フラッシュ、フラッシュ1000点、ここクリア。15000点、15000点だね。ユウさん、ここはスカになっちゃうな。スカ、スカが1ラインでもあるとちょっとね。うーん、5がないな。5の5カードは無理だった。 K3、 7がある、12がある。KK が並んでるね。KK。4、5。4、5、6、7、8です。こっち縦ストレートいける ?2、3、4、5、6。4、5。あ、斜め。こっちのね、斜めを見ないといけないね。斜めをね。斜めを見ないといけない。斜めもね、なるべく斜めにね、一番いいのを言っておきたいんですよね。斜めもね。あ、琉球カードね。琉球カード真ん中置けばいいんですよね。琉球カードは真ん中置くと、どんどんね、縦横斜めにかかりますから。琉球カードはちょっと、置いときたいですね。真ん中にね。よっしゃ、3カード。3カード来ました。あと5個ないかな。5が2枚。5が2枚くればいいんですけど。斜めなんだよ。10、11、ん ?10、11、12、12がない。12があるな。何がないの。あ、1か。1がいい。1がいい。1がいいな。10、あー。エースで10、ストレートですね。ストレート、よっしゃ。ストレート4600点。5カードが出れないね。やっぱ5カードがないと。5カードはね、6000点ですからね。5カード斜めでもう6000、6000で1万2000、
1万2000でね、とにかく斜めの2ラインを5カード作っとけば、あとはね、なんとかなるっていう感じだったと。斜めで行きたいですね。ねえ、斜めの5カードね、これが一番いいんですけど。そしたらもう6000点ですからね、倍で。あ、これは無理だな。5出てこないね、多分ね。4、5。出てきませんから、5がね。これはもう、斜め来ないね、なんかね。せっかく U 級を真ん中にできたのに。ねえ、できたのに、5が全く来ない。5がないわね、5がね。ランクが上がると斜め5カードが必須なのが辛い。そうなんです。とにかく、斜めの5カードがないとね、得点が、ノルマね、絶対達成しませんね。まあ、これダメですね。5が来ないから。どうしようもないですね。ワンペア。3カード、ね、最後はフィニッシュ7000点というわけで、なかなか。はい、ここはね、女の子すごいですよ。あ、クリア枠の時のね、全部スクショ取ってブロマガに上げてるんでね、確かね。クリア枠結構かかりましたか、これ。まあ、コンティニューしたらね、同じ並びでやるんでね、何度もやればね、何ですか、次来るあのカードが分かりますから、なんかもうとにかく何度もコンディションでね、覚えることですね。で、役をね、考えておく。琉球には先生入ないんでしたっけ。琉球はいなかったと思いますよね。いや、ヤンバル全部裏返したっけ。ヤンバルは全く分からないね。ただしクリア得点は1万1000点ね。テンテルンテンテル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 ン。お、そうだ。テルンテンテル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 ンダンダンダレ。まあ、ヤンバルはもうね、何度もやって、配列を覚えるしかないですよね、これね。初見一発ではクリアできないとね、思いますよ、これね。何度もやらないと、いけませんね、これね。さすがにヤンバルは厳しいですね、これね。これハブに注意ってやつだっけ。おや、なんかこれなんだっけ、なんかこうなったかな。はい、続いてオープンニュー、オープンしてる。あ、隣もね、全部オープンしてるから、あそこに琉球がありますね。2番目のランですね、これね。何を5カードか。7。5カードいけるのは何かな ?5 カードいけない。7、7。どれが多いかな ?3 はダメか。11はダメか。7多いかな ?7、7。琉球が取れない。11と5もいけますね。11は1、2、ああ、ちょっと一番多い、11が一番多くだね。6は ?6 は1、2枚。1、2。あと2枚どこだ、6は。ああ、6奥か。奥ですね。7は ?7 は1、2。1、2。ああ、7も奥か。10は1、2、10奥ですね。10と7どっちがいいかな。7、いや7の方が早い。7がいいかな。7もう1枚どこあるんだ。7の方がいいかな。4、5、8、8か、いや8か。8が1、2、
あ、8早いんじゃない？ 8 早いですね。8の方ちょっと5カード。いやいや、7もちょっと狙いつつ、ね。8がいいんじゃないですか、8がね。8がね。ここを掘ってって、引きましたね。こっちも掘ってこうね。こっちも掘ってって。あ、琉球取らないといけない、琉球ね。琉球を、琉球を出さないと。琉球とこだけ、いや、2番目だった、琉球。琉球、琉球、ここね。琉球、ここだね。琉球が。琉球、琉球来ましたね。で、7。8が来てますね、8がね。これが9。9がどこ行ったの？ 9 が出てきた。よし、あと、ね、8、1枚。8、1枚。バーヤー。7はどこだっけ？あ、13ここが良かった。13ここが良かった。まあ、しょうがない。よっしゃ、よっしゃ、これで5カード。5カードイエス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 。で、あと7の5カードがいきますね。あとここ。あ、いけないわ。もうあと2枚しかない。うわー、残念。もう届かなかった。届きませんでした。あと1枚だけ届かなかった。無念。じゃ、縦は。縦はどうなってる？縦は8、8、1、6、12。あー、何もないわ。うわー、届かなかった。フォーカードだ。うわー、11200円。惜しい。まあやっぱ全部オープンしてる方がいいですね、これね。あ、これハブに注意じゃなかったっけ、ね、お、ちょっと目が、これは結構結構得点が欲しかったから、結構ね、女の子の顔が見えますね。はい、女性がね、結構見えますよ、これ。なかなかね、はい、みんな南国沖縄風の、もしランキング入りましたね、ランキングラックスやりましょう。じゃあオープンロード、あ、オープンロードでタイプがあるんですね、これもね。かなり面数ね、面がありますよ。15面のイージーハードね、3タイプで45面。46、47、48、49、で、50、ね、1、2、3、4、45面の、もう50面以上ありますね、これね。はい。じゃあ A タイプからいきましょう。まあ、女の子はここ変わんなかったはず。よし、何の5カードね。あ、7がもうね。遊びごたえ満載。あー、でも琉球のカードが琉球のカード、この一番奥じゃん。掘りまくらないと出てこないじゃん、これ。掘りまくらないといけませんね、これね。琉球を持つためにはちょっと掘りまくらないと。届くのこれ。あ、しまったな。ここ、あー、4を斜め打ちゃいけないな。4、あー、4が結構あったね。4を斜め、ここの斜め持ってくんだったね。失敗したね。もう1個の斜め4だったわ。大失敗。何がいいかなと。斜めに置くのがね。斜めないな、俺。4失敗したな。ここ掘らないといけないから。もうちょっと掘らないと、琉球が出てきませんね。これ掘りまくらないと。よいしょ。琉球真ん中、OK。
で7、ああ7ここの深いところにありますね。ああダメか、間に合わないね、これもね、残念。大丈夫、4も入れとくんだったね、ここね。深いところにいますから、ちょっとダメですね。あ、ここなんかストレートかな、あれね。12見える方がクリアのハードル高いのかな。見える方がそうですね、クリア2万3000点になってますね、やっぱりね。さすがにこれはフルハウスフルハウスって何点だっけ。フルハウスは1800点ですね。斜めで3600点。あそこストレートかな、10、11か。ストレート間に合わないか。でもね、あー惜しい。最後は何か9、1400点ね。これでやっぱ高い。でも全部見えてる。あ、ここはやっぱオープンニューとオープンロード同じですね、女の子ね。いや最後この 1P モードもね、 1P モードは全16ラウンドで少しずつ、やっていくんでね。あ、こちらね、時間制限がある。ハードタイプ B。ね。これ時間制限ある。これをクリアするとエンディングが見ることができるんですよね。これ、ただ役を作ればね、時間はね、延長されるんでね。なんかここは、さらにスピードもね、要求されるんですよね。ここはね、もう、置くスピードもね、要求されますんで。大変なんですよ、ここね。あとお時間が、うっ、あとお時間ですね。はい、こうマンボでう。さあ、夢中になっちゃう琉球。落石注意さえいらっしゃい。琉球のアンケート調査。お安い。ねえ、ぜひ、まったりね。役を考えてね、得点を計算して、まあ、パズルね。はい。まあ見えてないのはね、やっぱり覚えゲーになっちゃいますけども。アマゾン価格完品425円から新品4590円だそうです、はい。まあ、でもね、大体のゲームは覚えゲーですからね。まずね、覚えて役をね、組み合わせる、頭を悩ませる、非常に面白いパズルゲーム。前回より確実にこれは増えてますんでね。はい、行きましょう。さあ、琉球、結果発表、持ってる持ってたは1番、2番は持ってないよ。優勝。結果発表、マンボで、おう、デクデクデン。お安い。おお !22.7% 増えてる。てってーてってーてってー。てってーてってーてってー。パパパパー。前回ちなみに、所持率 0% でした。0から22.7% にアップしました。やりました。もうこれはね、増えてること、前回所持誰もいなかったんですけども、今日は 22.7% ね。前回ちょっと 0% だったこう、ね、全国の琉球ファンがね、ね、絶対にこれはね、所持率上げるんだということで、やりました。前回ね、屈辱の 0% だった。素晴らしい。はい、というわけで今日は琉球でした。皆さんね、安くて長く楽しめるパズルゲームですね。皆さんもぜひとも聞きましたね。ゲットしてみてはいかがでしょう。今日は琉球をお送りしました。明日のマラソン枠は あの家族がやってきます。お楽しみに。オツでした。オでした。オツオツでした。オでした。オツ